もっと動画でわかるフェイトグランドオーダー。 FGO の強化アイテムの一つとして聖杯があるんだけど、これを使うことでサーバントのレベル上限を最大100まで上げることができるんだ。レア度の低いサーバントほど聖杯の数がいっぱい必要になってくるってことですね。そうだね。そして同時に必要な QP も膨大になるから、うん、マスターの愛が試されると言っても過言ではないね。オウミ君、はい、マスターミッションはちゃんとクリアしてるかな？そうですね、うん、ちょっと恥ずかしながら、うん、あまり意識をしていなくてですね、 あんまりクリアしてないんですけども、うん、ちゃんとした方がいいですか？うん、いいですか？マスターミッションはね、はい、クリアしておいて全く損はないっていうか、うん、いいことしかないっていうか、やらないとむしろ損をするから、ぜひクリアしてみよう。はい、うん、じゃあプレゼントアイコンの右にある、はい、ファイルのアイコンをタッチしてみよう。はい、これですね、うん、出てきた。ウィークリー、エクストラ、限定の3つがあるのがわかるかな？はい、これらをまとめてマスターミッションというよ。ウィークリーミッションは通常全部で7つミッションがあって、1つクリアするごとに達成報酬として聖章編3つもらえるんだ。先輩、聖章編って何ですか？うん、聖章編は7個集めるとダヴィンチ工房の聖章編を交換で聖章石1個と交換できるアイテムだよ。ウィークリーミッションを全てクリアすると聖章石3個分になるから、毎週全てのミッションをクリアするのを目標にしよう。はい、この前学んだコツコツ貯めていくってやつですね。そう、だからやらないと損なんだよ、はい、石を損してるんだよ。はい、じゃあ今回はでもじゃあウィークリーミッション今週のやってってみようか。はい、やります、うん、じゃあ、ね、今週のミッションを確認すると、はい、ほうほうほう、どうすればいいんだろう。あ、でもこれとかすぐできそうですね、うんうん、そうだね、サーバント5機倒せがあと1機でクリアできそうだね、はい、じゃあこのミッションをクリアするとして、はい、他のミッションも見てみていいかな。はい、うんうん、下の方はこんな感じで。あー、なるほど。じゃああれだね、ライダー、キャスター、アサシンクラスの敵をどれか15体倒せっていうミッションもあるから、はい、サーバントを倒しつつ、じゃあ今日ちょうど今日の修練場がアサシンだから、はい、アサシンの修練場行ってみようか。はい、わかりました、うん、よいしょ、よし、そうですね、今日は本当だ、ね、アサシンだ。そう、もちろん上級、はい、行きます。もう大見くんなら大丈夫だよ。大丈夫ですかね、うん、今朝もボコボコにされたんですけど。そんな大丈夫ですか？いや大丈夫、あのフレンド強いから。そうですね、強いよ。ほら、しかもあのサツだから、アサシンだから、はい、ほらキャスターが、そうだそうだ、もうこの藤丸律香さんの、はい、スキルは孔明さんが、いつもお世話になってます、うん、しかもね、あのあれよ、絆上がりやすいレースをちゃんとつけてくれてるから。 ありがとうございます、うん、じゃあ今日も藤丸律香さんにお世話になりたいと思います。そうだね、はい、うん、ミッションの対象になっているエネミーを確認したいときは、クエストのバナーの右下にある I ボタンからエネミーをタッチしよう。ウィークリーミッションの対象はウィークリーターゲット、イベントクエストのミッションの対象はイベントターゲット、期間限定ミッションの対象はスペシャルターゲットが表示されるよ。ただし一度クリアしているクエストにしか表示されないから注意しようね。よっしゃー、よっしゃー、クリアできたね。よっしゃー、クリアー、はい、おー、サーバントクリアできました。いったね、これできた。じゃあのウィークリーミッションの画面で確認してみようか。はい、クリアできてますね、サーバント5機倒せ、うん、よし、これ受け取り可能っていうことは、そう、押したら、そうそう、ほらもらえた、もらえたよ、これ貯めれば石になるから。あ、しかもこれ7つで1個ですよね。そうそう、だから今9個貯まってるから1個交換できるってことですね、うん、できるね。やったー、5クリアしたからサーバント10機倒せも解放されたし、うん、あとフレンドポイント召喚ね、うん、ウィークリーで30回やるだけでもこのフレンドポイント召喚のこれだミッションクリアだから、そうそうそう、
よし、ちょっとちゃんとやった方がいいってことですね。そう、ごめんなさい。意外と普通にやってたらね、結構できちゃうものだから、うん、チェックしてちゃんと受け取った方が得だよ。はい、わかりました。ちなみに、はい、このミッションは毎週月曜日にリセットされて、うん、ミッションの内容も変わるよ。毎週月曜日、うん、はい、そう、ウィークリーミッションは毎週月曜日。はい、じゃあ次はエクストラをタッチしてみよう。はい、うん、よいしょ。はい、このエクストラミッションは、うんうん、メインクエスト各章や強化クエスト幕愛の物語をクリアすると、うん、報酬として星章石がもらえるよ。これすごいですね。めっちゃもらえない？10個ももらえるんですか？うん、星章変じゃないよ、星章石だからね。すごい、うん、やってこれ3回回せますね、ゲットしたら。そう、だからストーリーを進めてったり、うんうん、幕愛クリアしたり強化クエストだったりっていう、まあ、普通にやっていくようなことをやっていくだけで、うんうんうん、ガンガンもらえるのよ。いや、ちょっとこれいいこと知りました。なかったんですか？なかったのよ。へえ、うん、そうなんだ、うん、ちょっとだからこれが実装された時に、はい、もうすでにこれをクリアしてる人は一気にもらえたんだよね。そんなもらえんのってなるから、めちゃめちゃ嬉しいですね。 それだからあれよ、新人のみんなもコツコツやってっても、うん、最終的にバカにならない量かなりもらえるから。そうですね、コツコツやってった方がいいよ。はい、うん、ありがとうございます、うん、で、限定ミッション、うんうんうん、これですか？限定、そうそう、あれ、ね、これは期間限定で行われるミッションが表示されるよ。なるほど、うん、これもね、報酬が豪華なことが多いから、うんうん、限定ミッションが発生したときは積極的にプレイしていこう。わかりました。先輩、うん、最初はマスターレベルもどんどん上がって、うん、AP もめちゃめちゃ溜まってたんですけども、うん、まあ、曜日クエストとか素材を集めるのにね、いっぱいこう AP がですね使っていくとなくなっちゃって、うんうん、まあ、大変なんですよ。あ、でもそれはなんか中級者って感じするね、うんうん、そうなんだよ、あんなにあった AP がね、うん、いつの間にかなくなってくるんだよね。そうなんですよ、うん、AP は自動回復するんだけど、今プレイしたい分が足りないっていう時は果実か星章石を使って回復することができるよ。10ポイント回復できる赤銅の果実、上限のうち 50% 回復できる白銀の果実、そして 100% 回復できる黄金の果実があるよ。じゃあ、うん、AP が半端な数残っている時に使うとどうなっちゃうんですか？あ、これはね、溢れた分はオーバーチャージされるんだ。オーバーチャージ、例えばマックス AP が100の時に、まあ、80ある時に 100% 回復のを使ってもちゃんと180で、100を超えて 180AP が溜まった状態になるんだ、うん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 、でもオーバーチャージ以上の回復はできない。つまり180になっちゃうと100を超えちゃってるから自然回復がその間しないんだよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、それがもったいないから基本的には自分のマックスよりも減らしてる状態を保てたらいいなっていうのがあるね。はい、それとAP をね、回復するアイテムの入手機会っていうのはね、ログインボーナスやイベント報酬など、ね、星章石以外のものは限られているから、まあ、イベント終了間際だったり特に急ぐ理由がなければ、まあ、溜まっている AP をなるべく使い切って、はい、やっぱり自動回復をね、なんとかね、こううまくやりくりしながらっていうのがおすすめだよ。はい、わ、うん、かりました。ここぞっていう時にね、こう果実とかを使ってこれは頑張るぜってイベントで一気に果実をどか食いしよう。そこでね、貯めた果実をね、うん、回復に石は使いたくないでしょ、多分みんな。そうですね、あれ絶対使いたくないねえ。だからね、果実をみんな大事に貯めていこう。はい、大海くんもだいぶサーバント育ってきたね。そうですね、最初のマッシュしかいないサポートランから懐かしいね。そうですね、やっぱこうやって自分が頑張ってね、うん、育てたサーバントたちが誰かの役に立ってると思うとですね、うん、もう僕はね本当に嬉しいです、うん、ヘラクレスがさ、はい、他の人に使われてることに対してさ、思うとことかはあるの？サポートから外していいですかヘラクレス、今すぐ外してもいいですか？いやいや、一生懸命育ったヘラクレスだったりね、はい、他の人の役に立ってると嬉しいし、そうですね、使われた分のこうポイントが入ってきましたよって通知が来たりするのもすごい嬉しいよね、うんうんうん、こいつ使われてんだってなるからね。はい、でね、オミ君、はいはい、このサポート編成なんだけど、うん、通常クエスト用とイベントクエスト用の2種類の設定ができるのは知っているかな？そうなんですか？そう、サポート編成画面の下の方、右下の方かな、はい、に通常クエスト、そしてイベントクエストっていうアイコンがあるの分かるかな？本当だ、これですか？そう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 、はい、なんだこれ。でほら、押してみるとほらに固定とかあるでしょ？はい、なんですか？そうそう、
これね、サポート遠征はね、通常クエスト用とイベントクエスト用に分けて設定できるんだ。へー、まあ、つまりフレンドさんがメインクエストや強化クエストみたいな通常クエストをプレイしてるときは通常クエストの編成が表示されて、でこの右下のイベントクエスト用にすると、はい、期間限定イベントクエストをプレイしている時の人に、イベントクエストの編成が表示されるんだ。なるほど、うん、まあフリックするとこう編成をね、あの右にプッて、右か左にプッてやると、はい、そうこれ、そうそう、第2第3にそうそう変更できるから、本当だ、右下っていうかこの下のね、そうそうそう、セット1、2ってなりますね。そうだ、例えばだけどセット1ではこの通常クエストのボタンを押して通常クエストに固定して、はい、でフリックして、はい、このセット2はイベントクエストを押して、このイベントクエストセット2に固定、なるほど、みたいにすることができるよ。いや、すごい便利ですね、うん、でしょ。やっぱりあの普通のねクエストをクリアするときはこう絆をね、あの絆ポイントのボーナスの霊装だったりとか、なんかそういう普通の普段使いのクエスト用の編成が欲しいけど、イベントときはね特攻の霊装だったりとかサーバンとか欲しい、あー両立できないのかなーっていうので両立できるようになったんだ。そうなんですね、昔はできなかったんだよ。やっぱりこれは新しい機能なんですね。そう、これもねバージョンアップしてて、みんなのユーザーの声でね、だから困ったのよ、はいはい、イベント最中に QP が足りなくて、はい、宝物庫を回したいんだけど、うんうん、ほらこの間のダヴィンチちゃんの霊装とかをね、はいはいはい、つけるとあの QP のボーナスがあるっていう話を講座でしたじゃない、うんうん、そう、あーくそーって、宝物庫を QP 霊装つけてる人がいないから、あーみたいな、イベント中だからみんなそうだよね、今イベント霊装つけてるよね、はいはい、みたいなことが結構あったんだ、うん、そうなんですね、うん、いやこれはでもいいですね。でしょ、便利便利。そう、地味なとこでねすごいねいい機能がいろいろ追加されてるからね、うん、みんなも全部をね余すことなく活用していこう。はい、うん、今回も前後編に分けていろいろ勉強したけれど、はい、大見くんどうだったかな。そうですね、今回もいろんなこと勉強したんですけども、うん、最初の方に出てきた聖杯、ね、あれをですね使ってヘラクレスもね、うん、再臨させてあげたいなと、うん、ずっと僕はねお勉強しながら思ってました。そうね、はい、聖杯天輪っていいよね。いいですね。でそのためにはでもまずヘラクレスを最終再臨まで行かないといけないんで、うん、オールケン。そうだ、そう、聖杯は最終再臨をしたサーバントに使うものだからね。そうですね、うん、それもちょっとね踏まえて頑張りたいと思います。でしょ、だって大見くんねまだ通常のねレベル80パーフェクトヘラクレスを見てないんでしょ。そうなんですよ、こんだけ好き好き言ってるのに、うん、やっぱりね愛ってのは難しいですね。まああれだよ、大見くんがいくら愛していても、うん、あの番組の進行の都合っていうのがあるからね。やめなさいよやめなさいよ、講座の進行の都合上ね、大見くんがヘラクレスを愛しすぎてこの時点でねヘラクレスがねレベル100スキルマーあの絆レースをゲットとかされちゃうとね、はい、口座が困るんだよね。そういうことですか。そうなのよ、全部ヘラクレスでいいんじゃないみたいな話になっちゃうから。いやいや本当にねこれ言いたい、絆レースを欲しい。みんな10まで育てるってことはね基本的に特に大好きなサーバントだってことだと思うから、うんうん、はい、その絆レースはやっぱりいいよ。そうですね、うん、頑張りたいと思います、ね、いつかこの口座がねなんだろう、超上級編とかまで行った時にね、うん、超級編超級まで。 それでは本日はここでお別れです。次回またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ウィークリーミッションをクリアして聖章編を集めよう。次回もお楽しみに。